街、前回の追加でプレイしていきましょう。夢の世界に入ったところからですね。それははっきり夢の世界だと分かった。私は眠っている。私が仰向けに眠っているすぐそばの机の上にはまるでディズニーランドのような、おとぎの世界だ。ディズニーランド、アメリカの漫画家ディズニーが55年にロサンゼルス郊外に建設した遊園地。ゲートをくぐると彼の創作したキャラクターたちが笑顔で出迎えてくれる現代版ネバーランドといったところか。そういう言い方になるのかな。宮殿がある。丘がある。小川がある。青い空、緑の森、澄んだ空気と爽やかな太陽、小鳥が歌い、のどかに牛や馬が牧草を食べる。あ、牧草ハムか。いきなり小人たちの笑い声が聞こえた。小人、どこだ。私が眠っている。小人たちの笑い声はその私の手のあたりから聞こえる。どこだ。仰向けに寝ている私、放り出された左手、笑い声はそのあたりから聞こえる。なぜか左手がクローズアップされる。私はまだ眠っている。笑い声が弾けた。すると信じられないことが起こった。うわ私の手が、私の左手が、その指の一本一本がケラケラと笑い声を上げ、ぴょんぴょんと跳ねては小人に、返事していく。5人の小人たちは皆それぞれが奇怪な個性を持っている。私はまだ眠っている。小人たちは飛んだり跳ねたりしながら、私の知らない間に私の周りを回り、次々とディスプレイの中へ飛び込んでいく。できればムービーで見たくなかったもんだよね。小人たちはまるでプールにでも飛び込むように、ヨーヨーとディスプレイの中に入っていった。プール。コンクリートやビニールで作られた人工の水泳池。夏に野外で入るのが一般的だったが、近年は室内温室のプールの普及により、一年中水泳を楽しめるようになった。あ、やめてくれ。私はまだ眠っている。小人たちは掃除を始めた。何事か、早口で話し合いながら苦労して書き上げた私の原稿の活字を吐き出していく。わあ、やめてくれ。私はまだ眠っている。わあ、やめてくれ。私はまだ眠っている。わあ、それは私の傑作だ。やめてくれ。やめてくれ。私はまだ眠っている。声が出ない。びっしょりと汗をかいている。奴らだ。私は奴らに蹂躙されている。やめろ。私は叫んで目を覚ました。私は叫んで地獄に落ちた。私は叫んで全裸になったこれで変わることはないだろうけどな。そうだなこの二つだよね。地獄へ落ちた。落ちていく、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 落ちていく。それは死の世界だ。死、無、恐怖。母が死んだ時、私は無限の恐怖に襲われた。死、無限の恐怖。死、無限の恐怖。死、無限の恐怖。私は死ぬのが怖い。私は死ぬのが恐ろしい。あ、怖いか。そういえば、突然遠い遠い過去の記憶が蘇ってきた。高校時代、クラスに尾形という頭のいい男がいて、シュレディンガーの猫という話をしてくれたことがあった。今の今まで、それがどこで誰に聞いたものなのか忘れていた。それは、量子力学の話だった。量子力学。分子、原子、素粒子といった目に見えないものの力学を扱う理論体系のこと。ある箱の中に猫がいる。その箱は毒ガスが2分の1の確率で発生する仕掛けになっている。すなわち、猫の生死の確率は2分の1で、猫の生死は実験者が箱を開けてみるまでわからない。そんな話だ。そこまではわかる。だが、話は、がぜん、その瞬間から難解至極な理論となるのだ。猫の生死の確率は2分の1で、実験者が箱を開けてみるまでわからない。共存してるってことだよね。猫にまつわる伝説は多い。不幸をもたらす黒猫。
幼女に化ける猫、年を取り悪魔に変ずる猫。シュレディンガーの猫も物理学でありながらまるで奇怪な伝承の一つのようだ。不幸をもたらすっていうけど、黒猫自体は幸せの象徴で、それが通り過ぎて自分の前から去るっていうことが幸せなものが遠ざかるってことで不幸だって言われてるだけであって、黒猫自体は不幸じゃん。不幸でもなんでもないんだよね。年を取り悪魔ってどういうことだ。猫股ってことか。幼女ってなんだ。猫娘か。猫の精子は実験者がその箱を受け、観測した瞬間に決定される。猫の精子はそれ以前には決定されておらず、箱の中の猫は半分生きていて半分死んでいる曖昧な状態で、猫の精子の決定者は観測者である実験者であるというのだ。頭の悪い私にはわけがわからない。だが私にはわかっている。死というのはおそらくこの量子力学と関係があるのだ。人は死んだ後、その精神は粒子となり、波となり、基地の、そしてあるいは未知の量子力学に支配されることになる。死後の世界になるものがあるにしてもないにしても、私にはそれが分かっている。だから、怖い。私は左手を上げてみる。やはり、何の変哲もない。ただ、全身に汗をかいている。私は起き出してパソコンに向かい、オートパワーオフ機能で切れていた電源をオンにする。オートパワーオフ機能。機械など一定時間操作せずにいると、自動的に電源が切れる機能。本来、市川の使用しているパソコンにはこの機能はついていないのだ。パワーキーというハードを接続することにより、この能力を持たせた。ああ、昔ってあれなんだ。後付けしないと、こういうのってないもんなんだね。ワープロ画面を開いて見るまでもなかった。新しく完成させた私の大傑作は跡形もなく消え失せていた。なんという甘さだ。見るまでもなく分かっていたことだ。だが私は落胆しなかった。今日こそは多分証拠をつかんでいる。私はさりげなく机の隅に隠し置いたビデオカメラに近づき、奴らの油断を見つましてパッと、捉えた。カメラは少し暴れたがすぐに観念しておとなしくなった。動物かよ。カメラのカウンターを確かめると6時間テープを全部取り切っている。やった。今度こそ奴らの映像を捉えたのだ。私はカメラをテレビの前に引き据え、接続コードでお縄にしてからテレビの全面入力端子へジョイントした。入力端子。外部から情報を得るため、電気機器に設置された金具のこと。カメラのスイッチをビデオモードに切り替え、巻き戻す。ビデオモード。カメラの機能の一つ。このモードで、録画映像を再生する。一昔前まで、前までは、個人による映像記録は容易ではなかった。そのため、テレビドラマなども視聴者にとり、一期一会のものだった。録画が可能になり、ドラマも何度も、見直せるようになったが、それによって果たして質的向上が行われたかは疑問があることだろう。簡単に消費される社会になったから、それだけ多く作られるようになって向上されたかって言われると微妙だよね。テレビも、全面入力のビデオに切り替える。巻き戻しが終わった。私は心を静めてテープを再生する。まず私が映った。タイムカウンターは、4時33分。よろけたふりでカメラのスイッチを入れた瞬間だ。私はすぐに机に向かい、キーボードを叩き始める。かなり乗っている。ほとんど迷うことなく流れるようにキーボードを叩いている。ここではまだ何も起こらない。早送りする。画面右下のタイムは、午前4時48分。このあたりだ。私は普通の再生スピードに戻した。割と序盤だよね。いきなり画像が消えた。あとは雑音と乱れた画像。そんなはずは。私は焦った。そんなバカな。いくら送っても同じだった。午前4時49分からの画像はない。ひどい絶望感はなかった。絶望。絶望は愚か者の結論という人がいる。絶望してからこそが出発点という人がいる。死以外の人生の終着点がなく、
生き続けていかなければならない限り、この考えは正しい。真に絶望したのならば死ぬはずだ。もしかしたら私はこうなることを知っていたのかもしれない。私はベッドの上に 大の字に転がったまま長い時を過ごした。余計わけわからなくなるよね、何が原因なのかって。遠くで電話が鳴っている。私の意識はどこかへ遊びに行っていたらしい。私の意識はゆっくりと戻ってきた。私は起き上がって電話を取った。はい、もしもし。電話の向こうでノイズが聞こえた。もしもし、市川文康ですか。私は最初からフルネームを名乗ることは珍しい。私には予感があった。目で見るよりもはっきりとその相手が分かっていた。もしもし。ああ、私。やっぱりそうだ、末永翔子だった。どうしたの、何かよ。相変わらずだ。確かに私は何度か留守番電話を入れたが、もともとスペインに行くと突然電話を入れてきたのは自分の方なのだ。スペイン、ヨーロッパ南西部、イベリア半島の約、5分の4を占める王国、闘牛で知られる情熱の国でもある。今禁止なんだよね、闘牛ね。だが彼女はそのことを忘れてしまっているのか、いつも自分は追う方ではなく追っかけられる方だと思い込みたい性格なのか。何をしてた、忙しかったの。そうよ、あと少しで仕上げなきゃならない作品があるの。留守電に入れといたでしょ。来週からスペインに来る。それより何言おうわ。どうしてもこちらから言わせたいらしい。うん、まあね、ちょっと声が聞きたくなったんだ。立つ前に会えないかな。どうしたのよ急に、やっぱり何か変。まあいいわ、じゃあ今日ね。例によって翔子は勝手に自分のペースと自分の都合で時間と場所を決めて電話を切った。電話を開くと同時にまた電話のベルが鳴った。もしもし、佐久間くんが私か。私だ、年配の男の声だ。私は大真面目に答えた。はい、佐久間葬儀店でございます。誰だ君は。あなたがおかけになったのは佐久間葬儀店です。シャイロックの名前に行く、1ポンドでございますね。シャイロック、喜劇ベニスの商人の登場人物。金貸しのシャイロックは借金を返済できないアントニオから、性分通り胸の肉を切り取ろうとするが、アントニオの仲間の活躍により裁判に敗訴。財産を没収され、おまけにキリスト教への改宗も命じられてしまう。なんともついてないやつ。金貸してるからな、悪毒くてもさ返せよな。たった一滴の血も交えずに。失礼、その肉は他へ届けてくれ。電話切れた。私はブラブラと街へ出た。まだ時間には早いが、私は街へ出たかった。というかさっきの電話も一応ね、つながりはあるんですよ。なんでもないモブがかけてきたとかそういうのじゃないんですよ。街は暑かった。夢のような空から10月とは思えぬくるっと太陽が照りつけている。街には人が溢れていた。その大半は家だという容器に入りきれずこぼれ出した子供たちだ。いえ、現在の日本では失われつつある概念、核家族という、父母子の最小単位の家族構成すら維持できず崩壊する家庭は増えている。私は歩く。歩く私の脳裏を閃光のように翔子の、死体の断片が次々とよぎっては消えていく。髪の匂い、唇の柔らかさ、瞳の輝き、そしてかつての翔子のとの様々な思い出が蘇り、私の中で開墾と階級の、感情が一度に溢れ出す。あの店は二人でよく行ったものだ。私はパルコへと行ってみることにした。あそこへはとうとう二人では行くことはなかった。私は代々木公園と行ってみることにした。どうしようかな。あるかな一応。でも1がもう挟んどっか。二人で行ったところと行くことがなかったところか。行ったところの方がいいんじゃない。
私はそこで信じられないものを見た。ワニだ、ワニ。ワニ目にも属する爬虫類の総称、クロコダイル、アリゲーター、ガビアルの3種に大分され、熱帯、亜熱帯淡水及び入江付近に生息する。本来日本には分布していないはずだが、最近渋谷界隈ではこのワニがあちこちに出没しているという噂が流れ、都市伝説化しようとしている。人々の足元を縫うようにして走っている。外見の印象が異なり、極めて俊敏だ。誰も気づく者はいない。街は平穏の中にあった。私は気が触れたのだろうか。あれが誰にも見えないんだろうか。目があった。途端ワニが走った。キャッ、地震。ワニ、ねえワニを。バカ、地震だ、でかいぞどっちも気にしろ。地震の衝撃で私は誰かとぶつかった。ああミニタリルックの奇妙な少年だった。青井のりお、緑山学院高校3年生。1時間ほど前、倉科海に飛沢洋平が東急東横店の屋上にいることをチクっていた。これ何時ザッピングだ。2時か。あ、じゃあこれ、あ、でも今でもザッピングしたら、そうか、ちょうどいいのか。あれだもんね、ちゃんとリュウジの方直したもんね。ワニが駆け抜けていく。地震が止んだ。あ、待つので、のでー。ミイダイルクは叫びながら駆け出していた。あちこちで会話が始まった。ああ驚いた。ねえねえ、見た？今ワニが走っていったのよ。バーガー、地震はナマズだ。ナマズ、ナマズ科の淡水魚の総称。日本全土、台湾、アジア大陸東部に分布する。地震はナマズだとあるが、これは地中に住む大ナマズが暴れて地震を起こすという古くからの迷信から来ている。あ、そっちなの。なんかナマズが暴れたら地震があるとか、そっちの話じゃなくて。若いカップルが通り過ぎた。若いカップル、渋谷をいつも徘徊しているカップル。女性の方の容姿が美しすぎる不釣り合いのカップルとして一部の人々では噂になっているが、当人同士は何ら気にせずにいつも仲良く愛を育んでいる。確かに可愛いね。そんな不釣り合いってことでもない気もするけどね。不釣り合いっていうのも失礼な話だよな。ここでじゃあ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。あれ？結局公園来てんじゃん。